皆さんこんにちは国民民主党神奈川県第19区総支部長の深作ヘスです本日はよくニュースで聞く年収の壁この年収の壁について皆さんと考えていきたいと思いますさて ニュースなどで年収の壁という言葉を聞くこともあると思います実際にですね働いている方であ、えー、これ自分は年収の壁にぶつかるなとか親御さんがこれで年収の壁どうしようかという議論をして実際にそれにぶつかった方という方も多くいらっしゃると思いますそこで年収の壁とは何なのかそしてこの年収の壁に どういったものが種類があるのかについて今日はちょっと解説をしていきたいと思います。まずですね、実はこの年収の壁にもいくつか二つ種類があります。六段階に分かれるんですが、この百六万円と百三十万円、実はこの二つはですね、社会保険上の壁に当たっていまして、それ以外の部分は税制上の この壁ということになります100、103、150、201は税制上の壁そして106と130は社会保険上の壁ということでまず2つの種類があるということをまずは冒頭お伝えをしたいと思いますそこででは一つ一つですねこの壁について解説をしていきたいと思いますまず最初の壁は100万円の壁です この100万円の壁がですねまあ、100万円を超えた収入を得ると何が起きるかというと住民税がこの加算皆さんに請求をされるとこれが住民税がかかるというのが100万円の壁になりますこの住民税というのは皆さんがお住まいの都道府県や市町村に納めている税金のことでしてこの地域によって 変わってくるものなんですが100万円を超えるまでは実はこれは課税をされませんですので100万円を超えたときに、まあ、この住民税がかかって本来であればこう働いただけそれがどんどんと伸びていったものがここで初めてガクッと、まあ、段階的に少しこの住民税分減るというのが100万円の壁に当たります。こののの年収の壁の2つ目それが万円 こっちです、ね、103万円、よくこのです、ね、103万円も皆さんあの聞いたニュースなどで聞いたことがあ,りますあるかと思いますこ103万円が何を意味するかというと、えー、皆さんの年収、まあ、この 受け取る額がですね103万円を超えるこの年収が103万円を超えると所得税が課税をされるようになります。ですので103万円まではこの年収というのは上がり続けるんですが103万円を超えたときに所得税を納める必要が出てきますのでここで一つまた大きな壁にまあ大きい一、まあ、つの壁に <laughs> ぶち当たるというのがこの103万円になります。そして三つ目が106万円の壁。 これはですねいくつかの条件があるんですがその条件の1つに月額8万8000円を超えていることであったり、まあ、今、その働いている先の従業員の数これ、今法律によってちょっと数が変わってくるところがあるんですがいくつかの条件を満たしたときに社会保険に加入をするということが義務付けをされます。でですのの106を超えると社会保険的なこの 負担が増えるということで3つ目の壁ということを言うことができます。そして4つ目の壁これがよく皆さんも聞く130万円の壁ですあの大学生の方などで夏休み期間や、まあ、例えば3年生4年生になって時間ができてアルバイトをたくさんしようかなということで実際にこの130万円の壁にぶつかる。 ぶつかったぶつかりそうになった方という方も多くいらっしゃると思いますこれが何かというと家族の扶養から外れるラインがこの130万円になりますで親族からですねこう経済的な、まあ、援助を受けることであのがこのいわゆる扶養と呼ばれるものなんですが。 130万円を超えるともうここから完全に外れてしまってですね自ら自分自身で国民健康保険やさまざまな社会保険勤務先の社会保険などに加入をする義務これが完全に個人になってくるというラインが130万円になります。ですのでまあパートをしている配偶者が会社で勤めてもう片方がですね パートなどをしていた場合に130を超えると不要から外れるなということであえて勤務時間または収入を減らそうというインセンティブあ逆のインセンティブがですね働いてくるラインがこの130万円に一つありますそして五つ目がこの150万円の壁実はですねこの150から201というのは段階的に この金額がこれ150を超えてくると家族の配偶者控除が減少をしていき始めるのが150万円になりますそして201万円を超えるとこの配偶者控除が完全にゼロとなるとですのでここから段階的にですねどんどんと家族の中におけるこう最終的な可処分所得に影響をもたらしていくのが150万円に始まり201万を超えると完全に 配偶者控除を受けられなくなるということでここを2つの段階と捉えることができます。ですので年収の壁そのものはですね100で初めてこの住民税がかかり103万でえ所得税になり社会保険そしてここが扶養から外れるそしてここから扶養の控除が段階的に 配偶者控除ですねが段階的に減っていくということが150、そして完全ゼロになるのが201ということでこの6段階が、まあ、大きく分けてですね年収の壁と呼ばれるものになります。 さてこれまで年収の壁の種類6種類について話してきましたがこれが何が課題となっているかというと、まあ、今、人口が減っていることそしてこういったさまざまな壁があることによってです、ね、本来であればもっと働きたいまたは時間的にはまたは体力的にはもっと働ける。 けれども、これをですね、本当に逆のインセンティブとなってしまって、働くことを止める、また働く時間を削る、年収を減らすという方向に動く人々が増えてきている。まあそういった一定そういった人々がいるということが一つの課題となっています。まあ労働力をどのように確保していくのかということが問題となっている中においてもですね、この税制の問題で、 まあ働くことをあえてやめようという人ができて出てきていることは一つの課題となっていますそこでですね2023年の10月からは政府が年収の壁支援強化パッケージというものを設けてですね主にこの106万円と130万円の壁これに対してですね手当てを行うことでより働きやすい環境を働いてもですね まあこのまあ補助が出たり、えー、または扶養者認定が受けられたりということを維持をしようということでパッケージ化された政策が打ち出されています。ただしこのこの強化支援パッケージについてもですね、え二千二十五年までの暫定的な政策となっていますので、これを実際に最終的にですね、二千二十五年を超えた時にこれを維持をし続けるのか、または 新しい何か税制を考えていくのかということは今の段階においては決まっていません私たちの国この日本はですね30年以上にわたって実質的な賃金最終的に手元に残る可処分所得が下がり続けているのが一つの課題となっています実際に働きたいけれどもあえてこれを減らしていこうまあ、これはある意味ではですね社会の中で働ける人たちを働かせない 働きたい人たちを働き理解をさせるということでこれは大きな課題となっていますですのでここに対してどういった政策を打ち出していくのか今、暫定的にですねこういった支援が行われるようになっていますがこの先人口減少が続いていく日本において働きたい人たちがどういった形で働く環境を提供し続けるのかそして税制的な優遇であったりある意味で縛りがどうなっていくのか ということを考えることはまあ、各家庭においての働き方を定義するだけではなく国家としてこう労働力をどのようにまあ有効に皆さんが働きやすい環境を作っていくかという大きな課題でもあります私たち国民民主党はですね働く者のための政党として立ち上がっておりますし何よりもどうすれば賃金上昇につながる経済政策を打てるのか私たちの過所分所得手元に残るお金を増やせるのかといったのが 私たち国民民主党のの大きななテーマの中心になっていますだからこそ今後もです、ね、この年収の壁そして2025年を超えた先の働き方のあり方について私たち国民民主党としても政策提案をしていきますしぜひ皆さんもです、ね、実際にこの年収の壁これがどういったことなのかこれを理解いただくとと,ともにご自身で実際にぶつかったときに どういった課題があったのかこういったことなどもですねぜひ共有をしていただきたいと思っていますま今回は年収の壁6種類そして現在政府が取っているこのパッケージについてご説明をいたしましたぜひ皆さんこういった内容の話を聞きたいこういったことわからないんだけどぜひ YouTube チャンネルで解説をしてほしいこういった内容もありましたらぜひコメント欄にも記入をいただくとともにチャンネル登録そしていいねの評価もよろしくお願いいたします。